私の名前はさくらももこ。大人になってから友達を作るのは難しい、そんな話を聞いたことがある。だが私は子供を通じて親友とも呼べる友達をゲットすることができた。それが同じクラスの子のママである川添真由美だ。彼女は子供が同い年ということもあるが、私たちママ友同士も同い年で、話してみると結構共通点が多かった。そして今日もランチに行き、二人でいろいろと話し、ストレス発散をしてきたのだった。やっぱりたまにはストレス発散しないとたまる一方よね。そうそう、ストレスは溜めたらダメよね。お互い専業主婦ということもあり、子供が学校に行ってる間しか話ができない。その短い時間で学校に対することや子供の話など、とにかく話題は尽きないのだ。はあ、今日も楽しかった。またランチしようね。そう言いながら家へと向かっている時だった。後ろからついてくる人の気配を感じたのだ。なんかさ、誰かついてきてない？うん、私もそれ感じてた。なんだろうね、新手のキャッチセールスかな。でも、真由美がちらりと後方に視線を向けると、そこにはどう見てもチンピラという感じの二人組。あれはヤクザ系だと思うけど、ヤクザのセールス？ヤクザにセールスされてもね。決してバカにしているわけではないが、ヤクザに営業をかけられても困るのは事実だ。どうしようか。そこの路地に入ろうか。さすがにこっちについてくることはないでしょう。なんで？抜けたところに交番があるから。なるほど。真由美はそう言われて、それなら安心だと路地へと入った。ところが後ろのヤクザたちも路地へと入ってきたのだ。え、なんであの人たちも入ってくるのよ。これはマークされたわね。やだ、ヤクザにマークなんて怖いんだけど。よろしくないわよね。でもここを抜ければ交番があるからきっと大丈夫よ。そう思って歩みを進めたのだが、ヤクザたちはそんなことはお構いなしだ。昼間の時間だし、周りに人がいないわけでもない。変に怖がれば逆効果かもしれない。どうしようか。そう思っていた時、とうとう男たちに声をかけられてしまった。アークさんたち、そんなに急いでどこに行くんだ？どこに行こうと勝手だろうが、とは思うが、そんなことが言えるはずはない。真由美を見てみると、困ったという表情だ。これは私がしっかりしないとダメかもしれない。震える足に力を入れて立ち止まったが、真由美は立ち止まったらダメだとばかりに私の腕を引っ張った。だが一度立ち止まった足は二度と動こうとはしなかった。どうしたの？足が動かなくなっちゃった。え、あと少しで交番なのに。私が話すから大丈夫。話すとは言っても何を？自分に問いかけるが全くわからない。なあ、そんなに急いでどこに行くんだよ。買い物。買い物か。何を買いに行くんだ？夕飯の材料。へえ、スーパーなら向こうの道だろ。今日は違うスーパーで特売だから。そうか、主婦は大変だよな。あっちのスーパー、こっちのスーパーってよ、毎日ご苦労なこった。だから急ぐので。まだそんなに急がねえだろう。まだまだ夕飯までには時間があるだろうが。早くしないと売り切れちゃうから。そんなに急がねえとならねえのか。何の特売なんだよ。俺らにも教えてくれよ。どうせなら
俺らも安いものを買いたいからな。そのお店にはよほどのものが売っているんだろう。男たちは私が言ってることが嘘だと見抜いているのか、ヘラヘラと笑いながら近づいてくる。男の人はスーパーなんて興味ないでしょ。そんなことはねえよ。可愛い奥さんたちと一緒に買い物ができるなら、これはこれで楽しいもんだからな。いえ、私たちは二人で買い物がしたいから。そんな釣れないこと言うなよ。みんなで買い物したら楽しいだろうが。それとも、スーパーなんてやめて、別のところに行くか？別のところ？例えば、男と女が楽しむところだよ。どうせスーパーなんていうのも嘘なんだろう。やっぱり見抜かれていた。しかし、見抜かれているからって諦めることはできない。そうなんです。実はスーパーではありませんでした。なんて言おうものなら相手の思うツボだろう。いえ、本当にスーパーだから。いいんだよ。そんなに必死にならなくてもさ。俺たちは優しいヤクザだからよ。奥さんたちに痛い思いはさせねえから。どういうことですか？俺たちのことが怖いみたいじゃねえか。そんなことないですよ。そうか？だったら俺らの考え違いってやつだな。だったら話は早いじゃねえか。俺たちが怖くないなら4人で楽しもうぜ。いや、4人で楽しむっていうのはどうかと。どうもこうもねえよな。だってよ、怖くねえんだろ。思いっきり楽しめるだろうよ。それとこれとは違うから、本当に買い物して帰らないと夫に怒られるので。心配するなよ。旦那がどうやって怒るのか知らねえけどよ。俺らがコテンパンにしてやるからよ。それは困るので。なんでだよ。旦那がうるせえんだろ。どうせあんたらに楽しい思いもさせてやれねえんだろうに。それでもうるせえなら俺らが教えてやるさ、女の楽しみ方をよ。いや、結構ですから。遠慮するなってよ。それに子供も待ってるし、学校から戻る前に家に帰らないといけないから。だったらそんなに時間をかけずに済ませてやるよな。問題はねえだろ。これが問題がないはずがない。絶対についていったらやばいやつなのは分かっているのだから。安心しろよ。俺ら暇なんだからよ。奥さんたちがちょっと付き合ってくれたらそれでいいんだよな。大した時間は取らせねえからよ。なんとかしないと。本当に引っ張られてしまうかもしれない。せめて交番まで行くことができればそれで解決するような気がするのに。あそこの交番に夫がいるんです。とっさについた嘘だった。だから夫に聞いてきますから。何を聞くんだよ。面白いこと抜かしてるけどよ。あなた方と遊んでもいいかどうかって。そりゃダメって言うに決まってるだろ。それともあんたは男と遊ぶのにいつでも旦那にお伺いを立てるのかよ。さすがにそれはねえだろ。だから行こうぜ。こういうことは旦那に秘密にしてるから楽しいんだからよ。スリルを楽しむためには旦那には言わねえこった。そうはいかないんです。本当に困りますから。どうせあの交番に旦那がいるなんていうのも嘘だろうが。何とかして逃げようとか思ってるんだろう。当たり前だよ。まさにその通りだ。あんたらと遊びたいなんて気持ちはみじんもないんだから。だから本当にやめてくれとしか言いようがないわけだ。そうか。そんなに俺らに付き合うのが嫌かよ。どうする？嫌だって言われると余計に誘いたくなるもんだよな。
その通りなんだよな。特に人妻だと思うとな。だからよ、ホテルに行こうぜ。人妻ってのは妙に興奮するもんなんだよな。そんな困ります。ホテルに行こうとか言われても行こうなんて思いませんから。そうか、思わねえなら無理やり思わせるってこともあるんだけどな。無理やり？ああ、無理やりってのはこれまた興奮するんだよ。嫌だって言ってるのを引っ張るってのはハンターの血が騒ぐんだよな。誰がハンターなんですか？俺だよ、俺。男ってのはいつでもハンターなのさ。そんな、私たちが獲物みたいじゃないですか。まさにその通りだぜ。やめてください。私たちはあなた方と遊ぼうなんて思ってないんですから。なんと真由美さんが大きな声を出した。私なんかは小さな声で抵抗するのがやっとだというのに。あ、いいね。そんな大きな声が出るのか。だったらベッドの上で大声出させてやるよ。ふざけないでよ。その時別の男が声をかけてきた。なんだお前ら、何やってるんだ。男たちは声のする方へと顔を向けると、お疲れ様ですと返している。ということは仲間なのか。二人でも太刀打ちできないのに三人に増えたらもうダメだ。どうやっても助かるはずはない。お前らこんな道の真ん中で女相手に何してやがる。この女たちと一緒に遊ぼうと思いましてね。若頭も一緒にどうですか。人妻ですよ。人妻かよ。若頭と呼ばれた男は私たちの顔を見ながらニヤニヤと笑っている。だがその笑いが真由美を見ると震え出したのだ。お前らこんなことして大変なことになるぞ。生き地獄行きになる。はあ、何言ってるんですか。そんなわけないじゃないですか。バカ野郎、お前らはわからねえのかよ。早く姿を消せ。せっかくの上物ですよ。逃げてどうするんですか。ありえないですって。そうですよ若頭、一緒に楽しみましょうよ。冗談じゃねえや。俺はこんなことに命を張るつもりなんかねえや。どうしたんですか。お前らはわからねえのかよ。わからねえって何のことです。この人は川添組のお嬢だ。は、川添組のお嬢。男たちが真由美の顔を覗き込んだ。すると顔を見合わせたのだ。真由美はというと無言。その会話を聞いている私はまさに目が点。何せ今までごく普通の私と同じ主婦だと思っていたのだから。それがヤクザも恐れる川添組のお嬢さんだなんてどうして思うだろう。え、どういうこと？ごめん、そういうことなの。そういうことってわからないんだけど。うん、川添組っていうヤクザ組織の組長の娘なの。そうなの？うん。そんな風に見えないんだけど。私はヤクザじゃないから、父がヤクザって言うだけだから。おう、そうだよね。言われてみればその通りだ。ならばどうしてこのヤクザたちは真由美が組長の娘というだけでこんなに恐れおののいているのか。どうして。ねえ。私の質問に対して真由美はねえと笑っている。だが恐れてくれるならそれはラッキーというものだ。これで逃がしてくれるならそれが一番なのだから。とにかく俺は行くからな。お前らもすぐに逃げねえと大変なことになるぞ。大丈夫ですよ。男たちは大丈夫だと言っているが、
若頭の方は冗談じゃないと逃げていった。若頭の方が地位は上だろうことは分かった。ということは、上の人が怖がっているのに、どうしてこの二人は平気なのか。せっかく助かりそうだったのに、これでは結局スタートに戻ったようなものだ。なんだよ、若頭のやつ。あんなに怖がることなんてねえのにな。ああ、川沿いの娘だから何だってんだよ。別に何か起こるわけでもねえのに。この女が俺らに何ができるって言うんだよ。もしかして、遊んだ後の始末のことかな。なんだよ、それ。普通なら、そのまま解放できるけど、川沿いの報復があるってことじゃねえのか？おう、なるほどな。確かにな、組長の娘がやられちまったら、ただじゃ済まねえよな。だったら、口封じすればよくねえか？口封じか。確かにな、死人に口なしだ。ああ、口封じしちまえば。誰がやったかもわからねえや。それでいながら、大物の娘をいただけるんだ。こんなにうまい話はねえだろう。そうだな、特上ってやつじゃねえのか？確かに違いねえや。若頭もバカだよな。せっかくなんだから、いただいちまえばいいのによ。やつも焼きが回ったってことじゃねえのか？いつまでも若頭だなんて言ってられなくなるってことだな。それはどうかしらね。え？若頭さんの言ったことの方が正しいと思うけど。何を言ってやがる。あんたに俺たちを倒すことができるなら、そりゃ怖いかもしれねえがよ。そんなことができるはずはねえだろう。ほら、一緒に行こうぜ。川沿いのお嬢だと分かったら、余計に楽しみたくなったぜ。男たちは舌なめずりをしながら私たちを見ている。これはもう逃げることができないかもしれない。まゆみさん、逃げよう。走れるようになったの？うん、多分。まゆみが私を見たが、その目は無理だと言っているように見えた。逃げても捕まるわよ。え？こいつら、本気で私たちを逃がさないつもりだから。そんな、わかってるじゃねえか。あんたらが考えることくらいはお見通しだよ。まゆみが男たちをきっと睨むと、今まで聞いたことのないような声を出した。まるで、ヤクザの姉御さながらだ。え、まゆみさん？あんたらと遊んでやってもいいよ。まゆみさん！ただし、この人は逃がしてやって。それが条件だ。え？私は確かに、川添の娘、つまりヤクザの娘だ。こんな場面も人生に一度や二度はあるだろうさ。でもね、この人は仇だ。仇の女に手出しはご法度。ヤクザなら、そのくらいの仁義は守れるだろう。へへ、なるほどな。まゆみさん、ダメだよ。そんなことしたら、まゆみさんだけがひどい目に遭うじゃない。私は大丈夫。私がヤクザの娘だから、こいつらは余計に捕まえようとしてるんだから、私のことは気にしなくてもいいよ。ダメだよ。その代わり、私に手出しするんだ。あんたら、後悔することになるからね。その覚悟があるんだろうね。へへ、さすがは川沿いの娘だな。面白いじゃねえか。おい、どうするんだ？せっかくの獲物2匹なのに、1匹逃がすのかよ。まさか、そんなバカなことはしねえさ。両方ともいただくに決まってるだろ。だよな。1匹逃がせば、俺らの顔を見てるんだ。どんなところで俺らのことがバレるかわからねえや。ああ、その通りだ。だからよ。そっちの女が仇だろうとなんだろうと関係ねえのさ。たっぷりと可愛がって、あとはあの世に送ってやるよ。お前ら！お、
なんだよ。あんたらが俺らを倒せるってんならいいけどよ。逆らわねえ方がいいぜ。楽しむ前にボコボコになっちまうぜ。そっちの仇の女も痛い目見ることになるぜ。この人には手出しするなって言ってるだろ。この人はヤクザ社会のことは何も知らないんだ。そんな人に手出ししたら、あんたらばかりか他のヤクザにも迷惑がかかるんだ。私だけなら川沿いの娘をやったってメンツも立つだろうさ。でも仇に手出しすればあんたんとこの組長がどう言うよ。そいつはどうかな。一番安全なのは二人ともあの世に送ることなんだよ。片方だけってのは平等じゃねえだろうが。そうそう、そっちの女もあんただけ置いていくなんてそんな不人情なことはできねえって顔してるしな。そうだよな。そんなことをしてあんただけが戻ってこなかったら一生自分のことを責め続けることになるからよ。そいつは逆にかわいそうってもんだろ。ずいぶんと口がうまいじゃないか。でもね、私はこの人まで渡そうとは思わないのさ。あんたらが仇に手を出すなら、私はあんたらの言うことは聞かないよ。この人を逃がすなら素直について言ってやるよ。どっちがお得か考えてみるんだね。二人ともいただくって言ってんだよ。まったく理解力のない女だぜ。その時、黒いスーツの男たちが数人走ってくるのが見えた。てめえら、うちのお嬢に何しやがる。来た。え、来た？助けを呼んでおいたのよ。だからこの場から動くことができなかったの。でもこれでもう安心よ。真由美は安心だと言うが、やってきたのはどう見てもヤクザ。スーツこそ着ているが、黒いサングラスにスーツの前をはだけ、細いネクタイが揺れているあたり、アニメに出てくるようなちょっとかっこいい目のヤクザだ。いや、なんだてめえら。男たちは驚いているが、走ってきたスーツたちは私と真由美の前に立ちはだかり、男たちを遮ってくれた。お嬢、遅くなりました。怖かった。どうなるかとヒヤヒヤしたわよ。すいません、もう大丈夫です。こんな奴らあっという間にのしちまいますよ。真由美さん、どういうこと？このままだと本当に大変なことになりそうだと思って父に SOS を発信しておいたの。 SOS？ いつの間に？私のスマホに SOS アプリが入ってるの。それをタップするだけで父に助けてって出るのよ。あとは GPS で私の居場所を特定してくれて助けに来てくれることになってるの。でも使ったことなかったから本当に来るかどうか不安だったんだけどね。じゃあさっきまでのは？時間稼ぎ。あんなこと助けが来るって信じてなかったらできないわよ。めっちゃ怖かったもの。そうだったんだ。いつもの真由美さんと違うから驚いちゃった。ヤクザ映画って割と好きで見てたから。普段は普通に生活してるから単価なんて切らないでしょ。映画のおかげでちょっとは様になってたみたいね。かなり様になってて驚いたわよ。それはよかったわ。うちの父って関東でも一番大きな組織の組長なの。それだからその娘の私も襲われる危険があるのよね。それで父がこのアプリを入れてくれたんだけど、おかげで助かったわ。でも逆に桃子さんには怖い思いさせちゃったけど、真由美さんがヤクザの娘じゃなかったらきっともっと大変だったと思うから、そう言ってもらえると助かるわ。私と真由美がそう話している時、川沿いのスーツたちは余裕たっぷりに男たちを嘲笑っていた。てめえら、こんなことしてただで済むとは思っちゃいねえだろうな。
どっちがだよ。お前らこそどうなるか分かってるのかよ。ここは伊藤組の島だぞ。ここでやり合うつもりなら伊藤組を敵に回すってことだからな。伊藤がよ。何がおかしいんだよ。伊藤ごときにビビると思ってるのかよ。弱小組織がよ。なんだと？お前らよ、偉そうに言ってるが、伊藤の組長がお前らがやってることを知ったらどうなるか分かってるのか？弱小組織が川沿いに立てつくことになるんだぞ。そうなったらお前らの組織なんざ簡単に潰されるんだ。それを分かって言ってるんだろうな。構うかよ。うちの組織がそんなに簡単に潰れるはずがねえんだ。バカな野郎だな。伊藤が川沿いに勝てると思ってるのかよ。お嬢、こいつら叩きのめしますんで下がっててください。はーい、桃子さん、向こうに下がってよ。真由美はそう言うと私の手を引っ張った。さっきまでの緊迫感などまるで感じられない。よほどこのスーツの男性を信頼しているのだろう。大丈夫なの？大丈夫よ。あのスーツの二人は川沿いの幹部だもの。幹部があんなチンピラに負けるわけない。負けたらそれこそ父にどやされるわよ。そうなんだ。言われるままに下がって見ていると確かに幹部は強かった。ヤクザ二人が殴りかかってもそれを避け逆に拳を叩き込む。その連続パンチに相手はなすすべもなく、あっという間に地面に転がってしまったのだから。すごい、まるでヤクザ映画だね。え、かっこいいでしょ。だから助けが来れば安心なのよ。そうだね。なんかわかる気がするけど、もうこんなことはごめんだわ。あ、そうだよね。笑っていた真由美の顔から笑みが消えた。余計なことを言ってしまったと思ったが、後悔しても口から出た言葉は元には戻らない。ごめん、余計なこと言っちゃった。ううん、私こそ。お嬢、こいつらを伊藤の事務所に連れて行きますが、お嬢も来てもらえますか？え、私はいいけど。ちらりと私を見た真由美。これは私も一緒に来てほしいということだろう。ここまで助けてもらったのだから。さすがに帰りますとも言えなければ。この先のことも知りたい。私も行く。いいの？怖いものを見ることになるかもしれないけど。真由美さんが行くなら私も行くわ。ありがとう。こうして行くことになった私だったが、ヤクザの事務所というのが想像とはまるで違った。きっと日本家屋のどでかいものだろうと思っていたのだ。ところが今にも崩れそうな小さなビルの一室。住人などまるでいないという感じだった。幹部たちはドアの前に二人の男を立たせると、ドアを開けさせた。すると男たちを中に押し入れたのだ。背中を突き飛ばされた男たちは部屋の中央へと進み出ると、そこで転がり横たわってしまった。そんなに強く押されたのかな。お、なんだ。部屋の奥のデスクに座りパソコンを眺めていた男性が立ち上がった。どうやらこの人が組長らしい。よう、伊藤の組長さん、あんたんとこの兵隊が厄介なことをしてくれたんで連れてきたぜ。お嬢、お願いします。はーい。伊藤のおじさま、お久しぶりです。え、おじさま？おう、これはお嬢さん、久しぶりだね。随分と立派になられて。もう子供も小学生なのよ。十分主婦してます。そうですか。お父さんはお元気ですか？ええ、孫が可愛いって毎日膝に抱いてます。そうですか、それは羨ましい。ところでね、
おじさまには残念なお知らせです。何でしょうか。この人たち、私と私の友達を襲ったんです。え、どういうことでしょうか。ホテルに連れ込もうとしました。嫌だって言ってるのに、どうしてもって、それでも断ったら力ずくでって。この友達は一般人なんですよ。一般人を襲うのはダメですよね。もちろんです。そんなことをしたら警察沙汰になりますからね。でもこの人たちはまるでお構いなし。それどころか自分たちの思いを遂げたらあの世に送ろうと考えていたんですよ。こういうのってどうなんでしょうね。そいつは。さらにもう一つ、私が川沿いの娘だって分かったら、これは大物だとばかりに、何が何でも連れ込んで口封じすればいいって。これはもう川沿いを甘く見てますよね。そうですね。こういうのってうちの父が知ったらどうなるでしょうか。うちの組が潰されちゃいますよね。でも私は伊藤のおじさまのことは大好きだから、伊藤組を潰すようなことはしたくないんです。ありがとうございます。そりゃそうですよ。伊藤のおじさまほど優しいヤクザなんて知りませんもの。だから今回のことは大きくしたくないと思うんです。ありがとうございます。でもこのままってわけにはいきませんよね。伊藤の若頭が通りかかって川沿いのお嬢だって忠告したのに、それすら聞かずに若頭のことを焼きが回ったダメな奴だと笑って全く忠告を聞かないんだから、こんな奴らに情けをかける必要はないでしょ。確かにその通りです。組長。うるさい。こんなことしやがって、ただで済むわけがねえだろうが。その通り。何せ川添の娘ばかりか、その友達まで怖い思いをさせたんだから、私としてはちゃんとけじめをつけてほしいんです。はい、その通りです。そこまで分かっていただけたなら、どうけじめをつけるのか教えてもらえますか。どう。命をいただくか、お金でケリをつけるかになると思うんですよ。でも命なんてもらっても、そこお金になるわけじゃないですよね。どっちみちお金になるなら、今側近でいただいた方が嬉しいんですよね。確かにその通りです。組長、助けてくださいよ。黙ってろ。お嬢としてはいくらだったら納得してもらえますか。そうだな、田中、こういう時は組長はどのくらいもらうの。はい、川添のお嬢の精神的慰謝料として8000万、そちらのお友達への慰謝料として3000万というところでしょうか。なるほど、1億1000万か。すごいですね。そんなの無理だ。ほら、1億1000万。二人で割ったら5500万ずつじゃない。そのくらい払えるわよ。でも、私としてはそんなもので済まそうとは思わないわね。何せ、あんたらのために伊藤組が迷惑を被るわけよ。しかも、本来あんたらが上納するお金だって、しばらく多分一生入ってこなくなるんだから。だから伊藤組へも迷惑料を払ってもらわないとね。そうだな、5000万もあればいいかしら。おじさま。はい。1億6000万二人でだから、そんなに深刻にならなくても大丈夫でしょう。一人にしたら8000万ずつよ。それだけのことをしたんだからしょうがないわよ。それともうちの父に言ってほしい。そうしたらあんたらの命このまま海の藻くずになっちゃうと思うけど。真由美はにっこりと、かつ楽しそうに話しているが、
その内容は至って楽しいものではない。組長、助けてください。自分たちがやったことだ、しょうがねえだろうが。お嬢さんは笑っていなさるが、かなり怒ってるんだ。その通り。何よりも私の友達に怖い思いをさせたってのが許せないんだよね。一般人に何してもいいみたいなさ。だからあんたらはじっくりと苦しんでもらいたいわけよ。田中、どうせこいつらには金がないでしょうから、川添金融の川田を呼んで1億6000万を貸すように言って。そのうち8000万を川添の組長に、5000万を伊藤組に、残りを友達に渡して。はい、わかりました。こいつらはどうしますか。じっくり苦しんでほしいからな。モルモットに送り込んで。モルモット、わかりました。嫌だ、組長、助けてくれ。モルモットは嫌だ。改心する。二度と素人女には手出しはしねえ。違うから。うるさいんだよ。やったことのけじめはつけるしかねえだろうが。って、私の父なら言うわね。そう言って、真由美が笑っていた。その後、真由美から連絡がなくなった。きっと忙しいのだろうと、私の方も黙っていたのだが、買い物をしていても、あの日のことが気にかかる。もしかしたら、あの日のことを気にしているのかという思いも湧いた。あんなことで、大事な友達を失いたくはない。そう思った私は、彼女に連絡してみたのだった。まゆみさん、久しぶり。連絡がないから忙しいのかと思ってたけど、今大丈夫？あ、桃子さん、あの時はありがとうね。まゆみさんが助けてくれなかったらどうなってたか。私の方こそ、桃子さんに嘘ついてたし。嘘、何かついてた？一般人のふりしてたから、ヤクザの娘だって知られたくなくて。ああ、別に嘘じゃないでしょ。言わなかっただけだもの。うちの旦那なんて私に言わないことたくさんあるわよ。言わないのは聞いてこないからで、聞かれないから言わないだけ。それは嘘じゃないって考え方ね。それに言いたくないことなんてたくさんあるじゃない。そんなことまで根掘り葉掘り聞こうとは思わないわよ。じゃあこんなことくらいで友達辞めるって言われることの方が辛いんだけど、私としてはヤクザの娘だろうとなんだろうと、まゆみさんはまゆみさんだから。ありがとう。ヤクザの娘ってわかると友達辞める人が多かったから、きっと桃子さんも嫌だろうって思ってた。そんなことないない。じゃあ早速ランチに誘っていいかしら。ありがとう。電話の向こうでまゆみが泣いているのがわかった。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は林田翔一、林田組の組長だ。だが7年前にヘマをして刑務所に入っていた。おかげで出所してくると俺の知らない顔が多数いた。組長の俺を知らないというのはどういうことかとも思ったが、それも仕方のないことなのだろう。俺は事務所から出ると若い奴らの顔を拝もうと庭先を掃除していた男の元へと近づいた。これがどう見ても幼い顔だ。こいつは18歳くらいの楽器か。さて、俺を見てどんな反応をするんだろうな。そう思っていると、男は俺を見つけて怪訝な顔をした。まあ、そういう表情になるだろうな。なんだてめえ。俺か。俺は林田翔一だ。林田？なんだよ、組と同じ名前か。まあ、いるよな、組と同じ名字のやつもよ。それで、
てめえは新入りだろ。おいおい、新入り扱いかよ。それにしてもいくつだよジジイ。はあ、60を過ぎております。え、60を過ぎてるのかよ。すげえな。なんでそんな年になってからヤクザになろうなんぞ思ったんだよ。もう隠居の年齢だろうがよ。そんなんじゃ喧嘩もできねえだろうに。そうですね、喧嘩するよりは見てる方がいいですね。おいおい、喧嘩もできねえのにヤクザになってどうすんだよ。いっそヤクザじゃなくて掃除のおっさんとかになった方がよくはねえか。その方が楽だろうよ。この世界はよ、見た目よりも厳しい世界なんだぜ。それなのに無理だろうがよ、ぶっ倒れちまうぞ。そうでしょうかね。死ぬまでに一度はヤクザになってみたかったんですがね。映画でも見てやってみたくなったのか。憧れるのはいいがよ、そんなもんじゃねえんだ。まだ組長から杯をもらってねえなら今のうちだからやめておけよ。そうは言われましても、やると決めたからには引くわけにもいきませんから。ああ、それで今までは何をしてたんだよ。今まで、そうですね、ここ7年ほどは木工などをやっておりましたがね。あれもなかなか面白いもんですよ。別に面白いならそのまま木工でもやってりゃいいのに、なんで急にヤクザなんだろうな。面白かったんですが、その仕事も終わりましたから。なるほどな。じゃあヤクザになって今度は何をしようってんだ。さすがに木工をしのぎにしてる人は俺は知らねえぞ。何をしたらいいんでしょうかね。そいつは自分で決めるしかねえだろうよ。何にしてもしのぎで金を儲けて上納金を払わねえとならねえんだ。こいつが結構大変だからよ。身入りが少ねえと上納金を払ったら終わっちまうからな。自分がおまんまを食えなくなら、じじいなら酒も飲みてえだろうしな。そうですね、やっぱり酒は百薬の長と言いますから、酒がないと何事も始まりませんね。そうだよな。兄さんはいくつなんですか。ずいぶんとお若く見えますが。俺か。俺は18だ。しかも若いだけじゃねえんだ。俺は若頭の息子なのさ。おや、若頭の息子さんとは、お名前を聞いてもよろしいですかね。ああ、いいぜ。教えてやるから、耳の穴かっぽじってよーく聞けよ。俺の名前はな、後藤正人ってんだよ。ああ、正人か。なんだよ。俺の方が兄貴分になるんだ。あんたがどんなにじじいでも、俺が先輩なんだから、呼び捨てはダメだぜ。だからじじいがヤクザなんてダメだってんだよ。ああ、これは失礼しました。そうですよね。ヤクザは上下関係が厳しいですからね。呼び捨てなんて冗談でもいけませんよね。申し訳ないことをいたしました。わからないことが多すぎて。まあしょうがねえよな。なんせ新入りなんだ。これから覚えればいいってことさ。ありがとうございます。それで若頭とはもう会ったのかい。はい、先ほど。そうかい。組長はよ、今無所に入ってるからな。俺は組長に会ったことがねえんだが、どうもやたらと怖い人だってことだ。そろそろ出所してくるって話なんだが、もし組長が出所してきたら気をつけるんだぜ。組長を怒らせたら大変なことになるからな。そうなんですか。それは大変だ。よほど気をつけないとダメですね。ああ、だがな、若頭は俺の親父だから、あんたのことはよーく言っておいてやるよ。まあ、組長が戻ってくるまでは、俺の親父が組長みたいなもんだからな。つまり、俺は組長の息子ってことになるな。俺の言うことを聞いてりゃ、この組の中じゃ悪いようにする奴はいねえや。ええか、俺の言うことは絶対だからな。はい、わかりました。
そんなに偉い方とお会いするとは幸先のよろしいことで。そうだろうよ。だがな、俺はあんたが気に入ったからよ。俺の弟分にしてやるよ。おやおや、このじじいを弟分にですか。ずいぶんお若い兄貴ができましたね。まあそうだな。だから俺が言ったことは反論するなよ。何があろうとイエスだ。わかったな。何があろうとイエスですか。これは素晴らしい。ところであんたはどこに住んでるんだ。どこに。そうですね、すぐ近くですよ。そうかい、俺もこの辺なんだよ。やっぱり組の近くにいる方が何かと便利だからな。俺の親父も何かあったらすぐに駆けつけるようにって組の近くに住んでるんだぜ。これは俺が小さい頃からなんだが、幼稚園の頃はよく組に遊びに来てよ。組長とも遊んだもんだぜ。覚えているんですか。遊んだって記憶はあるんだが、組長の顔は覚えちゃいねえ。じじいだったってことくらいだな。なるほど。それでな、そんなに近くに住んでるなら、これからは毎朝早くに来て庭の掃き掃除だ。それにベンチャ掃除もあんたの仕事だ。早くに来てというのは何時頃に来たらいいでしょうね。そうだな、じじいなんだから6時には来れるだろう。そのくらい早くに来れば庭の掃き掃除なんてのは兄貴たちが来る前に終わらせることができるだろうよ。そうですね、確かにそのくらいの時間に起きることはできますし、運動にはちょうどいいかもしれませんね。そうだろう。だからしっかり掃除しておけよ。兄さんは何をするんですか。俺はあれだよ、あんたがやった仕事の監督だ。だから俺はあんたがちゃんと仕事を終えた頃に来るのさ。後で便所掃除の仕方も教えてやるからな。下手すると兄貴たちに怒られちまうからよ。綺麗にピカピカに磨かねえとな。そうなんですね、これは肝に銘じておかないと大変ですね。そうだろう。便所ってのはその家の顔だってからよ。それは玄関ではないんですか。もちろん玄関もだよ。俺に反論すんじゃねえや。俺が白と言えば黒でも白なんだぞ。ああそうですね、では便所は家の顔だと頭に書き込んでおきましょう。ああそうしろ。あ、そろそろ昼飯だな。腹が減ってきたな。もうそんな時間ですか。ああそうだよ。なあ新入り、俺の昼飯を買ってこい。この私が昼飯を買ってくるんですか。ああ当然だろうが、お前は新入りなんだからよ。俺が腹が減ったって言ってるんだ。飯を買ってくるのは当然だ。そうですか。何を買ってくればいいでしょうかね。そうだな、俺はカツ煮が食いてえや。いいですね、カツ煮ですか。だからここから3キロ先にある弁当屋で買ってこい。1キロほど行ったところに店がありますが、俺は3キロ先の弁当屋のがいいんだよ。そこでちゃんと買ってこいよ。他の店のは受け付けねえからな。さようですか。3キロ先ですね。わかりました。よし、30分以内に戻ってこいよ。3キロ30分以内ですか。さすがにそれはどうかと。うるせえよ、俺が30分以内って言ってるんだ。それを1分でも過ぎたら許さねえからな。はあ、金は。はあ、お前が出せ。私がですか。でも食べるのは兄さんですよね。それなのに私が出す。兄貴ならば弟分におごるもんじゃないんですか。うるせえや、兄貴ってのは何でもありなんだよ。弟分は兄貴のために金でも女でも差し出すもんなんだ。それがヤクザってもんだ、覚えとけ。なるほど、そこまで理不尽なものなんですね。これはすごい上下関係ですね。なかったらさっさと行け。わかりましたが、他の方はどうするんでしょうか。他の方？誰のことだよ。他の幹部の方や若頭、組長ですね。だから組長はいねえってよ。
やっぱりジジイってのは何を言っても理解しねえんだな。いいかよジジイ、組長は無所だ。若頭がどうするかは俺は知らねえや。どうするのか知りたけりゃ聞いてくりゃいいだろう。なるほど。兄さんがお伺いを立てるんじゃないんですか。すぐそこにも他の兄さん方がいるっていうのに。俺が気にしてねえんだからいいんだよ。そうやって15分ほどが経過した頃だった。幹部が俺とマサトが話しているのを見て立ち止まると、徐々に人が増えていった。その上、マサトが俺に対して言っている内容がわかると、これはまずいと若頭を呼んでくる者がいたり、他の幹部連中が集まってきたりして、だいぶ賑やかになった。だがそれは賑やかだけのことではなく、誰もが顔面蒼白なのだ。おい、マサト。なんで弁当を買いに行けなんて言ってるんだよ。バカなことを言ってるんじゃねえや。謝れ。今すぐ謝るんだ。あ、親父。何を慌くってんだよ。こいつこんなじじいで新入りとか。なんでこんなじじいを入れたんだよ。もう若頭とは会ったって言ってるってことは、親父の許可が出てるってことだろ。マサト、謝るんだ。だからそんなに慌てることねえって。単なるじじいじゃねえか。しかも60過ぎのじじいだぜ。まあ、使い物になるとは思えねえが、俺が面倒見てやることにしたからよ。親父も安心してろよな。マサト、やめろ。その方が誰なのか知らねえのかよ。若頭は目を見開き、慌てふためき謝れと言う。周りの幹部たちも謝れとマサトに怒鳴っている。だが当のマサトはどうしてそんなに幹部連中が慌てているのかわからないのだ。おかげでマサトは幹部をバカにするようなことまで言い出した。なんだよ、ヤクザってのは後から入ってきたのがどんなに年上でも弟分なんだろう。それなのになんでそんなに焦ってるんだよ。ビビることはねえだろうがよ。バカ、これがビビらずにいられるかよ。その方は組長なんだからな。は、組長？バカ言うなよ。そんなわけないじゃねえか。組長は無所に入ってるんだろう。だから組長が出てきなさったんだ。朝のミーティングで話しただろうが、今日は組長がお戻りになるってよ。それは聞いたが、誰も迎えに行ってないのにどうして戻ってくるんだよ。組長が迎えは必要ねえっておっしゃったんだ。それでも今日が出所の日なのは確かなことだろうが、だからいつも以上に綺麗に掃除をしろって言ったんだ。その通りにやってるけど、本当に組長？若頭や幹部連中の慌てぶりから、やっと本物の組長だと分かったのか、マサトの顔色が変わり出した。嘘だろ。あんた本当に組長なのか？ああ、その通りだ。いやー、なかなか面白かったよ。いつ気がつくのかと思ったら、全く気がつかねえんだ。すいません、組長。まあいいさ。マサトとは随分小さい頃に遊んだきりで、覚えていねえのも無理はねえや。ああ、謝るんだ、マサト。なんでだよ。組長なのは分かったけど、俺は若頭の息子なんだぜ。それなのに、なんでこのくらいのことで謝らないといけないんだよ。バカ野郎。俺の息子だろうとなんだろうと、そんなの関係あるかよ。なんでだよ。今まで組長がいなくて、若頭の親父が組長の代理で、組を守ってきたんだろうが。ってことは、実質組長じゃねえのかよ。だから俺は組長の息子ってことだろうが。組長の息子なら何をしてもいいんだろうが。俺に歯向かえる奴なんていねえんだからよ。何を勘違いしてるんだ。誰がそんなこと言ったよ。誰だってそう思ってるさ。俺に逆らったら若頭に怒られるからってさ。だから俺は幹部よりもずっと偉いんだよ。7年ぶりに戻ってきた組長だからって、なんでこの俺様がペコペコしないとならないんだよ。
いい加減にしろ。お前が俺の息子でも、所詮は下っ端なんだよ。謝れ。今すぐ謝るんだ。おい、後藤。おい。てめえは、どういう教育しているんだよ。すいません。目が届いていないもので。あんたこそ何を考えてるんだよ。いくら組長だって言っても、7年のブランクがあるんだぜ。7年の間に、組は組員が増えて状況は変わってるんだ。ってことはどう考えても新入りじゃねえか。新入りは新入りらしく、頭を下げてりゃいいんだよ。バカ、なんてことを言いやがる。謝るんだ。とにかく謝るんだ。若頭は、マサトの頭を押さえ込み、俺の前で頭を下げさせようとした。だがなかなか頭を下げようとしないマサトに、とうとう、後藤は拳を振るった。何するんだよ。組長に対して失礼なことを抜かしてんじゃねえや。本当に組長なのかよ。なんだと？みんなで俺のことをはめようとしてねえか。うん。だって、こんなじじいが組長のはずねえじゃねえか。マサトは、みんなの前で頭を押さえ込まれたのが気に入らないのか。それとも殴られたことで、何とかして自分が間違っていないことを証明しようとしているのか。俺が組長ではないと言い出したのだ。これでは大変なことになると思ったのか。幹部連中も二の句が告げないようだった。おい、マサト。だったら、どんな男なら組長にふさわしいと思うんだ。そうだな。もっと威厳があって、葉巻なんか加えて、ビシッとスーツを着込んで、膝に猫なんか乗せてると、いかにも悪そうに見えるな。そいつは映画の見過ぎだな。しかもそのイメージはマフィアだろうが。さすがにこれには笑えた。日本のヤクザだというのに、マサトの中ではマフィアのボスこそがヤクザだというのだ。さすがにその場にいた誰もが失笑した。何がおかしいんだよ。それがお前のイメージでも、目の前にいるお方が組長なんだ。誰もが失笑する中、後藤だけは大慌てで俺に謝っていた。映画のイメージだろうが何だろうが、それが俺のヤクザのイメージなんだからしょうがねえだろうが。何にしても、俺はあんたみたいなジジイを組長とは認められねえんだよ。そうかい。わかったら、7年分をやり直すつもりで、みんなのために便所掃除やパシリをして認めてもらうんだな。それができねえなら、俺の拳を受けることになるぜ。お前の拳だと。ああ、そうだよ。お前のようなガキが、俺を撃つことができるってのか。俺がガキでもあんたはジジイだろうがよ。ジジイがどんなに頑張っても、若い俺に勝てるはずねえんだよ。おう、そうかい。俺は、間違いだと気がついた時に謝れば許そうと思っていたのだが、さすがにこれだけの組員の前で、ここまで馬鹿にされると、許すことはできないと思い始めていた。それが分かったのか、若頭は平謝りだ。そしてとうとう土下座してしまった。すいません、組長。許してください。こいつはまだ何も知らない若造なんです。高校を卒業して上下関係も分かっちゃいねえんです。これから教えていこうと思っていたところなんです。どうか許してやってください。後藤よ。いくらなんでもこいつはひどすぎるだろうよ。俺だって鬼じゃねえからよ。こいつがガキの頃には遊んでやったこともあるしな。頭を下げるなら許そうとも思っていたが、俺が組長だと分かっても態度を改めようともしなければ、この俺に拳を打ち込むとまで言ったんだ。許していいはずがねえよな。それはそうなんですが、まだガキなもので、俺に免じてどうか許してやってください。お願いします。後藤は必死に頭を下げてきた。だが息子であるマサトは、そんな親父の姿を見ても、自分は間違っていないと笑っているのだ。
親父みっともねえだろうがよ。あのよ、あんたが本当に組長で、こんなに俺の親父が怖がるんだってことなら、あんたが俺と戦ってみろよ。それで俺より強いってことが証明できたら、俺もあんたを組長として認めてやるからよ。やめろ、組長に戦いを挑むなんて早死にしてんのかよ。あの世に行くのはジジイの方だろうがよ。どう考えても俺が負けるわけねえんだからよ。一発でジジイのことをのしちまうのは分かりきってるんだ。だがさすがにあの世に送ったんじゃ後味が悪いや。だから手を抜いてやるさ。どうだい組長さん、あんたが本当に組長ならば俺に負けるわけはねえよな。いくらジジイでもよ。だが俺に負けたら組から出ていけよ。この組にジジイはいらねえんだからよ。やめろ、マサト、やめるんだ。謝って許してもらうんだ。組長、本当にバカな息子で申し訳ねえ。どうかこの通りです、許してください。ごと、もう遅えや。この俺にここまで言いやがったんだ。てめえのガキだと思うから黙って聞いててやったが、これで俺がこの勝負受けて立たなかったら、ここにいる組員たちはどう思うよ。へたれ組長だと笑うだろう。無所から出てきた老いぼれだから、若い奴に挑まれても受けて立つことができなかったなんて笑い者になったら、そいつは俺の沽券に関わるってもんだよな。組長。さてマサト、そんなにやりてえならこの勝負受けてやれよ。その代わり後悔しねえことだな。後悔なんかするかよ、ジジイに負ける俺じゃねえや。ダメだ、もうダメだ、俺の息子があの世に行っちまう。親父、縁起でもねえことを言わねえでくれよ。俺があの世に行く前にこのジジイはあの世に送ることになるかもだぜ。そうならないように祈っててくれよな。親の気持ちのわからねえ野郎だな。まったくガキのくせしてしょうがねえやつだ。ところでマサト、何で勝負するんだ。拳の勝負となればてめえに分がねえのはわかってる。後藤に免じてそんな勝負はしたくはねえや。腕相撲にするか、それとも指相撲か。涙ながらに謝罪し許しを請う後藤。そんな後藤を見ているとさすがにその息子を痛めつけるわけにはいかない。そこで俺はとっさに腕相撲で勝負をつけるかと考えたのだ。だがこれがより一層マサトの闘志に火をつけてしまったらしい。誰がそんなもので勝負するんだよ。バカにするのも大概にしやがれ。一対一の対マン勝負だ。男らしく拳の勝負と行こうじゃねえか。親がこんなに頭を下げているっていうのに、まったくわからねえ野郎だな。しょうがねえな。だったらかかってこい。あ、そっちから来いよ。ジェジェ、こっちから殴ったんじゃすぐに勝負がついちまって面白くねえだろうがよ。そうもいかないだろう。俺とお前とじゃ大きな差があるんだ。そうだな、ハンデをやろう。俺は両腕を使わねえからよ。足だけの勝負と行こうぜ。なんだと？俺をバカにしてるのかよ。バカにしてるわけじゃねえや。だが俺が腕まで使ったんじゃそいつは卑怯ってもんだ。だから足だけで勝負してやるって言ってるんだ。バカにしやがって。俺は腕を組むとマサトが飛び込んでくるのを待った。マサトは俺にバカにされたと思ったのか、うりゃと声を上げると拳を振るってきた。だが俺はその拳をひょいと避けた。すると勢いがついたままのマサトは数歩俺の後方へと移動した。俺はそんなマサトの背にヤクザ蹴りをかました。すると前へと倒れ込んだマサトは無様な状態となった。それを見た周りは歓声を上げたり驚きの声を上げたりしている。俺はマサトが立ち上がるのを待ち、またしても拳を繰り出してくるのを待った。
すると正人はファイティングポーズを取り、じりじりと俺に迫ってきた。だが間合いを測っているのだろうが、脇が甘すぎる。俺は瞬時に移動すると正人の足を狙った。するとまたしても転がる正人。その後も俺は足のみを使って正人を打ち倒してしまった。そんなバカな、なんでだよ。俺は正人の前にしゃがみ込むと笑いながら答えた。これでも組長なんでな、お前のようなガキに負けるわけないんだよ。こんなバカなこと、なんでジジイに負けるんだよ。それも腕を使わない俺に負けるってんだから、こいつは悔しいだろうな。だがな、それだけてめえが弱いってことだよ。自分の弱さも知らずに強いものに挑んでんじゃねえや。本当ならお前は今頃あの世行きだ。くそ、これに懲りたら二度とバカなことはしないことだ。態度を改めて精進するなら今回のことは水に流してやる。俺はそう言うと立ち上がり、後藤に組長室に来るように命じ歩き出した。ところが正人はこれで終わりにはできないと思ったらしく、光るものを腰から取り出すと俺めがけてそいつを突き出してきた。周りが息を呑むよりも早く俺は身を翻すと正人の腹に蹴りを入れ、拳を繰り出すと顔面に打ち込んだ。倒れた正人の手首を思いっきり踏みつけると手から外れた刃物を蹴り飛ばした。てめえ、あのままなら水に流してやろうと思ったのに、なんてことをしやがる。ふざけるのも大概にしやがれ。マサト、お前はなんてことを。せっかく組長が不問にしてくれるっていうのに、自分で全てお台無しにするなんて。おい、ごと、もう許すことはできねえぞ。悪く思うなよ。はい、ここまでバカだと、どうしようもないと思いますから。俺はマサトの脇腹に蹴りを入れると、髪の毛をわしづかみにした。おい、マサト、てめえがやったことは、さすがに許せねえぞ。この俺に刃物を突きつけたんだ。覚悟はできてるんだろうな。覚悟？ああ、組長の弾を狙ったんだからよ。それなりの覚悟があるってことだろうが。組員だから水に流してやろうと思ったが、こんなこともされたんじゃ、さすがに水に流すことはできねえんだ。けじめをつけてもらおうか。けじめ、どんなだよ。てめえの命でけじめをつけてもらおうか。命？どういうことだよ。てめえの命に保険をかけて、あの世に送られるまで毎日恐怖に苛まれたまま日々を送るってことだよ。嘘だろ、そんなのは嫌だ。組長、許してくれ。そんなのは辛すぎる。そんなことになったら俺は毎日いつやられるかって。その通りだ。いつ襲われるのか、いつやられるのか、そうやって恐怖と向き合って暮らすことになるのさ。そんなのは嫌だ。なんだよ、口ばっかり達者だが結局単なる弱虫かよ。だったら金で解決してやるか。金、金でいいのかよ。いくら出せばいい。いくらで蹴りをつけてくれるんだ。そうだな、この俺に刃物を向けてきたんだ。半端な金額じゃ済まされねえや。1億だな。1億？ああ、1億だ。組長の首を狙ったんだからな。そのくらいは当然の額だろうよ。1億なんて、そんな金ねえよ。なかったら借り手でも払うんだ。親父、そんな大金を貸してくれるところなんてそうそうあるもんじゃねえだろうが。あるさ、金だならばいつでも速金で貸してくれるよ。借りたらあとは払うだけだ。なんだ、そんなところがあるのかよ。だったらそいつに貸してもらうさ。借りたらあとはいつも通りだ。わかった、俺が金田に電話してやる。後藤はそう言うとスマホを取り出し金田に電話をかけた。正人は金田という男に金を借りれば
それでことは解決だと思っているらしい。だが、そんな簡単な話ではないことは、幹部ならば、よくわかっていることだ。その通り、金田がやってくると、マサトは驚くこととなった。お久しぶりでございます。金田でございます。金田は相変わらず腰を低くし、満面に笑みを浮かべてやってきた。よう、金田さん。忙しいところ来てくれてありがとうよ。今回は俺の息子なんだが、こいつに1億を貸してやってくれ。その金は組の口座に入れてくれ。おやおや、これは若頭の息子さんですか。そうですか。はい、わかりました。すぐに送金いたしますので。金田はそう言うと、同行してきた部下に送金処理をしろと命じ、俺はカバンの中から書類を取り出した。ここにサインをお願いしますよ。これは、借用書と生命保険の加入申し込み書です。生命保険、そんなのに入る必要はないだろう。働いて返すんだから。はい、確かに働いて返済していただけますが、それでも人間です。何があるかわかりませんからね。万が一のことがありましたら、返済が滞りますんで、その時の保険ですよ。金田はそう言うと、笑ってみせた。まあ、そういうことか。それならわかるな。マサトはそう言うと、サインしたが、借用書に書かれている注意事項など、まるで読もうとはしなかった。送金も終わりましたし、サインもいただきましたので、それでは参りましょうかね。行くってどこにだ？これからカニ漁船に乗っていただけますよ。カニ漁船だって、そんな話は聞いてねえぜ。借用書に記載してございますよ。返済するにあたって、当方で用意したしのぎについていただく。これを読まなかったのは、自分の落ち度ですからね。そんな、カニ漁船なんて乗ったら、船酔いするじゃねえか。船酔いくらいならいいですがね。一番気をつけないといけないのは、海に落ちないようにすることですね。何せ落ちたら誰も助けてはくれませんから。そんな、嫌だよ。親父助けてくれよ。マサトは後藤に助けを求めたが、さすがの後藤も、それに救いの手を差し伸べることはできなかった。息子を送り込まれた若頭は何度も俺に謝ってきた。だが、許すことなどできるはずもない。ここで許してしまったら、組長としての沽券に関わる。ならば俺も息子と一緒にという若頭だったが、お前の気持ちは確かにわかる。だが、それならどうしてこうなる前に何とかしなかった。俺がいない間に、お前は一体何をしてたんだ。息子があんな勘違いをするってことは、お前の態度にも問題があったんじゃねえか。そうかもしれませんが、息子一人をあんな危険なところに送り込むのは、親としちゃ辛いところです。これは仕方のねえことだろう。どうしてもというなら、送り込んでやることもできるがよ。お前の女房はどうなる？お前には他にもガキがいるはずじゃねえのか。そうです。案外、男らしくなって帰ってくるかもしれねえぞ。そうでしょうか。俺が何も考えずに送り込んだと思うかよ。あれだけ鼻っ柱の強いガキだ。海にさえ落ちなけりゃ、いいものを拾って帰ってくるだろうよ。俺はそれを待つことにするぜ。若頭は、がっくりと肩を落とし、男泣きに泣いていた。だが、それから十数年後、マサトはたくましい男になって帰ってきた。組長、あの時は申し訳ありませんでした。俺は荒波と戦いながら、自分の愚かさに気がつきました。これから気持ちを入れ替えて、本気でヤクザ稼業に精を出すつもりです。そういったマサトの顔は、精悍な男へと変わっていた。ご覧いただき、ありがとうございました。あなたからのコメント、お待ちしています。
チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は青柳大吾、青柳組の組長だ。とはいえ10年ほど前にヘマをしてしまい服役していた。そのためやっとシャバに出てきたわけだ。こうなると俺の知らない顔が結構増えていて、組に戻っても浦島太郎状態になってしまう。相手も俺のことを知らないのだから、まずは話を合わせて相手がどんな奴なのか探りを入れようと考えた。ところがそうして話していたら、会いたくない相手に出くわしてしまった。それが木村和也だ。あ、お前どこかで見た顔だな。そう声をかけてきたそいつは、暴走族時代に俺を袋にしてくれたやつだった。俺はできれば無視して通りたかったのだが、なんせ相手は組員だ。そうもいかず、ひとまず足を止めることにした。そうかい、俺は知らねえが。ええや、どこかで会った顔だ。俺のことを覚えてねえか。覚えているが思い出したくはない。どうかな。じゃあ俺は急いでるから。おい、ちょっと待てよ。今まで組にいたか。いねえよな。昨日まで全く見てねえってことは、てめえは新入りってことだよな。新入りというわけではないが、ここは新入りということにしておくか。そう思った俺はあやふやの返事を返した。そうなりますかね。俺と似たような年齢か。俺は53歳なんだがよ。そうだな、俺もそのくらいだ。そのくらいってんじゃわかんねえや。本当のところはいくつなんだよ。しつけえな、ガキの頃から変わってねえのかよ。同い年ですよ。へえ、53歳にして新入りかよ。すげえな。何もすごいことはないだろうが、そういうお前も10年前にはいなかったぞ。そうですか。お前、どこ中出身だ。さあ、もう忘れましたね。適当なこと言ってんじゃねえや。俺はてめえのことをなんとなく覚えてるんだよ。ガキの頃に会ってるのか、それとも他の組で会ったのか。どうでしょうか。俺は覚えてねえもんで。じゃあ、組長に挨拶に行きますから。おいおい、待てよ。組長はいねえぞ。おう、なんだよ、そんなことも知らねえのか。組長はな、無所に入ってるんだよ。まだ出てこねえって話したぜ。そうなんですか。それにしても、俺の知り合いに似てるんだよな。変だな。きっと思い出したら面倒なことになるだろう。なんせこいつの性格だと絡んでくるはずだからだ。なんでこんな奴を組に入れたのかわからないが、俺がいたら絶対に入れなかったのに、そう思うばかりだった。その時だ、木村が叫んだ。ああ、思い出したぜ。てめえは青柳大吾。ああ、思い出しやがった。そうです、青柳大吾です。なんだよ青柳、こんなところで再会とは驚きだよな。それにしても組と同じ名前なんだな。青柳組と何かあるのか。親戚とか家族関係とかか。いや、そんなことは。だよな。それにしてもてめえもヤクザになってたのかよ。てめえのような弱いやつがヤクザになってどうすんだよ。俺が弱いだと。ああ、そうだろうが。なんせてめえは賊の頃に俺にボコられてるんだからな。俺より弱いのは分かりきってるだろうがよ。冗談ではない。こいつは俺を呼び出してグループの全員で俺を袋にしたのだ。さすがに一人対グループメンバー全員で勝てるはずはない。しかも総長だったこいつは全く殴り合いには参加してなかったのだ。
メンバーに俺を袋にさせて、自分は高みの見物だったのだから。てめえは弱かったよな。それがヤクザかよ。今まで何をしてたんだよ。会社員か？まあそうだな。会社員だったやつがどうして急にヤクザに転職だよ。会社員でも使い道がなかったのか。まあしょうがねえよな。てめえじゃどうせ何もできなかったんだろうしな。そうねらクビにもなるってもんだよ。ずいぶんと勝手に決めてくれてるじゃねえか。それで今日が初日か。ああそういうことだ。なるほどな。じゃあ俺がいろいろと教えてやるよ。もちろんこの組のしきたりもだが、喧嘩の仕方なんかも教えてやるさ。喧嘩ができねえんじゃ話にならねえからな。会社員だったんだ。どうせ拳の使い方もわからないだろう。いや心配はいらねえや。だから気にしないでくれ。そうはいかねえよ。何せ昔のダチみたいなもんだろうが。ダチなんかじゃねえだろうが。てめえとダチになんかなりたくはねえんだよ。あの時はボコボコになっちまったが、それでも病院送りにはしなかったよな。あれは俺がダチだからだぜ。そうじゃなかったら、てめえなんか病院どころか、あの世行きだったかもしれねえや。そうか。あれだけ汚いことをしたのに、何がダチだって言うんだ。ところでよ、俺の方が先にこの組にいるわけだよ。いつ入ったんだ？半年ほど前だな。なんで半年前に入ったんだ？それがな、抗争で組が潰れちまったのさ。だからここの若頭に頼み込んでよ。入れてもらったのさ。そうしたら組長が無所に入ってるってんで驚きだよ。どんだけヘマしやがる組長なんだかな。どうせ大したことはねえんだろうけどよ。まあそういうことだから、俺の方が先輩ってことだな。なるほど。半年だけ先輩か。なあ、だから俺の言うことは必ず聞けよ。早速兄貴風かよ。俺の言うことを聞いとけば、悪いようにはしねえや。半年前に入ったばかりで、悪いようにはしないって。冗談だろ。お前も下っ端だろうが。下っ端だけどよ、お前よりは上なんだよ。何が上だよ。半年くらい早いだけじゃ、何の役にも立たねえだろうがよ。バカ言ってんじゃねえよ。半年でも、俺はもう幅を利かせてるんだよ。他の若い奴らは、俺に一目置いているんだ。だから俺に舐めた口聞いてると、痛い目見ることになるんだぜ。すごい自信だな。当然じゃねえか。俺にはそのくらいの強さがあるんだ。もう、ここに来て10人は殴り飛ばしたんだからよ。そうしなかったらみんなわかんねえだろ。俺がどれほど強いかがさ。そうか。俺はお前がそこまで強いなんて思ったことはないけどな。バカを言うなよ。俺はあの頃以上に拳を鍛えてきたんだ。その俺にお前が勝てるはずねえんだぞ。あんまりバカなことを言ってると、組の中にいられなくなるぜ。ほう、組にいられなくなるのかよ。そいつは困るな。そうだろう。じゃあ、明日から俺のしのぎを手伝えよ。そうすりゃ周りの連中も少しはてめえのことを認めてくれるだろう。俺は昔のダチを大事にするからな。しのぎは何をやってるんだ？俺はみかじめ料の集金をしてるんだ。これが結構楽しくてな。あ、みかじめ料。確か青柳組はみかじめ料は取らないって聞いてるが、そんなのは知らねえや。兄貴がやれって言うから。ああ、いや。みかじめ料を取った方が、手っ取り早く金になるんだよ。そのくらいのことができねえと、組員として認めてもらえねえからな。ああ、そうなのかい。ああ、そうよ。それと今後は、俺の言うことは絶対だからな。どうしてだ。てめえと俺は同い年だぞ。同い年でも、俺の方が早くに入っただろうがよ。
それに俺はてめえをボコボコにしたことがあるんだ。俺の言うことを聞いておかねえと、それこそまたボコボコにされることになるんだぜ。そうかね。もちろんだろうが、ミヤカザの世界は拳の力が強い方の言うことを聞くもんだ。ってことはお前は俺より弱いんだから、俺の言うことを聞いてりゃいいのさ。だからわかるよな。俺がやれって言ったことは、何が何でもやるんだ。そうか、わかったぜ。いい返事だな。じゃあ早速一丁やってもらおうかな。何をやれって言うんだ。久々に俺の靴を舐めて磨いてもらおうか。なんだと？いつ俺がそんなことしたよ。俺がてめえの靴を舐めたことはねえぞ。そんなことはどうでもいいんだよ。お前は俺の言うことを聞いてりゃいいんだからよ。これからたっぷり遊んでやるぜ。さすがにこれにはムカついた。俺がこいつに屈することなど今までなかったことだ。それなのに靴を舐めろだと。ところがムカついている俺の心にあるいたずらが思い浮かんだ。こいつこんなことを俺にさせておいて、俺が組長だと知ったらどうなるだろうな。それに組長の俺にこんなことをさせたとあっちゃ、幹部連中が黙っちゃいねえぞ。これは面白いことになりそうだな。俺は近づいてくる若頭の姿を目の端に入れながらそう思ったわけだ。そして木村に視線を向けるとにやりと笑い、地面に正座した。お、やる気になったかよ。そうだよ、そうやって素直にしなくちゃな。なんせ俺が兄貴なんだからよ。俺の言うことを聞いてりゃ悪いようにはしねえんだからな。そうか、お前が兄貴なんだな。こいつは言うことを聞かねえわけにはいかねえよな。だがよ、後悔することになるが構わねえか。何が後悔するんだよ。そんなことがあるかよ。俺よりも弱いのは事実なんだからよ。てめえが後悔することになっても俺が後悔することなんてねえのさ。そうかい、それならいいんだがな。俺は両手を地面についた。ちょうどその時だ、若頭が俺を見つけ近づいてきた。あ、いたいた。組長、何してるんですか。遊んでる暇はありませんよ。お、若頭。ああ、若頭、どうした。な、どうしたじゃないですよ。10年ぶりに戻ってきたんですから、仕事は山のようにあるんです。下っ端遊んでたら終わらないじゃないですか。いや、こいつが靴を舐めろって言うもんでね、舐めてやるかと思ったんだが。何？組長に靴を舐めろだと？え、いや、あの組長ってどういうことなんですか？こいつ、あ、いえ、この方が組長って。あ、10年ぶりに組長が戻ってくることは今朝のミーティングで話しただろうが、それがこの方だ。嘘だろ。それならそうと言って欲しかったってか。お前が新入りだって言うからよ。確かに10年もブランクがあればそう思われてもしょうがねえや。だが他の若い奴らはちょっと話しただけで俺のことをすぐに組長だと察していたんだがな。なんでお前は俺を新人だと思い込んだのか全くわからねえから、ここはお前が気がつくまで相手をしようと思ったのさ。なんだよカズ、てめえは組長の顔も知らねえのか。いくら入って半年とは言っても組長の顔もわからねえってのはこいつは考えもんだぞ。すいません。しかも組長に靴を舐めろなんざ、ふざけた野郎だな。申し訳ないです。申し訳ないとは言うものの、カズの顔は悔しそうだ。さっきまでの威勢の良さはどこへ行ってしまったのか。まあ入って半年なんだろう。俺の顔を知らねえのもしょうがねえだろ。別の意味じゃ
俺をよく知ってるようだがな。別の意味で知ってると言いますと。まあいいさ。それにしてもよくその年で下っ端からやろうと思うよな。俺なら恥ずかしくてそんなことはできねえがよ。それはまあそうなんですが。お、組長とは面識があるのか。同い年ですし、ガキの頃の知り合いと言いますか。その辺のことは気にするな。いくらガキの頃に何があったにしても、今が問題なんだ。俺はそう言って薄ら笑いを浮かべた。そんな俺を見て、カズはかなりイラついているらしく、悔しそうに唇を噛んでいた。それはそうだろう。何せ俺の方が下っ端だと思っていたのだし、木村からしたら俺を袋にしたという自負があるのだから。まあ、悔しがるのも当然だろう。まさか、青柳組の組長だとは。かなり悔しそうにしているが、組長だと分かった以上、俺に偉そうなことは言えない木村は、必死に怒りを抑えているらしい。俺は内心、ざまあ見ろと笑っていた。おいカズ、この方が組長だってことが分かったんだ。二度とバカなことをするんじゃねえぞ。じゃねえと、てめえの命が消えることになるからな。おい組長行きましょう。他の組にも、組長が戻ってきたことを知らせねえとなりませんから。やれやれ、やっとシャバに出てこれたと思ったらこれだよ。俺は若頭に尻を叩かれるように、組長室へと向かったのだった。だが、これで木村がおとなしくなるかと思ったら、そんなことはなかった。くそ、俺より下の奴が入ってきたと思ったのに。しかも、かつて俺のライバルだった奴だぞ。これであいつを叩きのめせると思ったのによ。木村がブツブツと独り言を言ってるところに、木村の仲間がやってきた。こいつは20代の佐藤というやつだが、木村と同じくらいに入ったらしい。最初はこんなじじいがと挑戦的だったそうだが、何がどうなったのか、今は木村に懐いているそうだ。木村さん、何を一人で喋ってるんですか？お、佐藤じゃねえか。いや何、おもちゃが入ってきたと思ったら、そうじゃなかったもんでな。面白くねえと思ったのさ。おもちゃ、なんすかそれ。組長だよ。組長がおもちゃ、どういう意味ですか？組長が戻ってきただろう。はい。奴は俺が暴走族時代の時の敵グループだったのさ。俺は奴を袋にしたことがあるんだ。そんな弱い奴がいるから、新入りだと思ったんだが、まさかの組長だったってことさ。組長を袋にしたんですか？ということは、組長がガキの頃は、木村さんよりも弱かったってことで。ああ、弱えどころか、泣いて謝ってたぜ。そんな奴が組長なんてどうしてわかるよ。お前らは奴の弱さを知らねえから、組長だって言うだけで、強いと思うだろうけどよ。あいつは弱いんだ。きっと幹部に守られてるから強そうに見えるだけだ。今だって、幹部の後藤さんに尻を叩かれて、組長室に行きやがった。自分がやることもちゃんとやらねえで、遊んでいやがったのさ。嘘でしょ？嘘なわけあるけ。奴は組長の器じゃねえのさ。それがどうして組長になんてなってるんですか？あいつの名字が青柳ってんだ。ってことは、奴は先代の息子なんだろうよ。だから組長になれたってことだよ。本当に器がある奴なら、どうして10年も臭い飯を食うんだよ。組長がそんなヘマするかよ。おお、確かにそうですね。許せねえな。そんな奴が組長なんだぞ。お前が組長だと思ってる奴は、何の役にも立たねえデクノボーだってことだよ。これが許せるかよ。確かに許せねえが、どうしようもねえだろ。組長が人形だとしても、俺らは組員なんだ。そこだよ。そんな奴をこの先もずっと、組長だと崇めねえとならねえんだ。俺はそんなのは、
どうしても許すことはできねえや。許せねえとは言っても、どうするんだよ。奴をボコボコにする。どうやって？奴が一人のところを襲って、叩き潰すんだよ。奴が俺に勝てるわけがねえんだ。本気かよ。ああ、本気だ。ボコボコにして、あの世に送りつけちまえば、俺がやったことはわからねえや。そうすりゃ今まで通りじゃねえか。なるほど、そいつは面白えや。どうだ、お前も食うわらねえか。そんな弱い奴を組長だと崇めてえなら、俺は無理にとは言わねえけどよ。冗談じゃねえや。そんな弱い奴を組長だなんて思いたくもねえ。よし、じゃあな、こうしてやろうぜ。木村は賛同者を得たことで、自分が強くなったような気になったのか、俺を叩き潰そうと考えたようだ。だがそんなこととは知らない俺は、相変わらず若頭に尻を叩かれ続けていた。はあ、やっと終わったな。お疲れ様でした。なんでこんなにあるんだ。俺が戻ってくるまで仕事を残しておいたのかよ。そんなわけないですよ。ちゃんとやってましたが、さすがに組長じゃないとどうにもならないものまでは、手をつけることはできませんから。それもそうだよな。俺はこういう事務的な仕事は好きじゃねえんだがな。組長、もう捕まらないでくださいよ。無所は楽だったな。ダメですからね。ああ、わかってるよ。さて、俺は酒でも飲みに行くとするか。そりゃいいですね。俺も後から行きますよ。久しぶりに組長と飲みたいですからね。よし。じゃあ先に出てるからな。こうしてその日の仕事を終えた俺は、一人組事務所を出ると、ブラブラと久しぶりの街を歩き出した。すっかり辺りは暗くなり、あちこちの居酒屋に火が灯っている。懐かしい景色に、やっぱりシャバはいいなと、一人ごちていた。その時、俺の前に二人の男が現れた。あ、なんだてめえらは。あんたの首をいただきに来たのさ。その声は木村か。ああ、その通りだ。昼間後藤さんが入ってきちまったから、あんたに靴を磨いてもらい損ねちまった。だから今から綺麗に磨いてもらおうと思ってよ。靴を磨くのが先なのか、それとも首を取るのが先なのか、お前は何がしたいのかわからねえや。どっちもだよ。メイドの土産に俺の靴を磨いていけばいいのさ。まったくくだらねえことを考えるよな。俺が組長だってことは分かっただろうに。それでもやろうってのは命知らずってことだぞ。命知らずはどっちだろうな。お前が俺に勝てるわけはねえのによ。どうして俺がお前に負けるんだよ。しかもお前はタイマン張ろうってわけじゃねえようだしな。相変わらず仲間を連れてこねえと、俺と勝負ができねえようじゃねえか。姑息な野郎だな。なんだと？こいつは、俺が本当にお前をボコボコにしたことの証人だ。あのな、組長の俺をボコボコにしたとしてだ。証人なんかいたら、お前が逆に困ることにならねえか。なんせ組長をボコるんだぞ。それが幹部に知られたら、お前の命がなくなるとは思わねえのか。俺はてめえをボコボコにして、あの世に送りつけられりゃそれで満足なんだよ。なんでそうなるんだろうな。まったくわからねえや。それで、そっちのは誰だ？名を名乗れ。俺は佐藤です。なるほどな。佐藤か。なんでお前はこんな奴についてるんだ。うまいこと言われて丸め込まれたのか。そんなんじゃありませんよ。そんなんじゃなかったら何なんだよ。こいつに何か言われたから俺に歯向かおうってんだろ。組長が弱いって言うから。ああ、俺がこいつよりも弱いってすり込まれたのか。なるほどな。まあそういうやつだからいいけどよ。俺が弱いか強いかはいずれわかることだ。だが俺に歯向かったらお前の将来はなくなるぞ。こいつは53歳だ。あと数年も頑張れば、年金がもらえる年齢だ。
年金を払ってるかどうかはわからねえけどな。お前はまだ若いんだ。すべてがこれからだろうよ。それなのに、この俺に歯向かうのか？いや。佐藤はかなりおじけづいているようで、俺の威厳ある態度にどうしたものかと考えているようだ。おい、木村。こんな若いのを巻き込むなよ。こいつがかわいそうだろうが。うるせえよ。巻き込んだわけじゃねえぞ。お前が俺よりも弱いってことを話したら、俺に賛同しただけだ。まだそんなこと言ってるのかよ。俺がお前に負けたのは、俺一人のところをグループ全員で襲ったからだろうがよ。あんな卑怯な真似をされて、それでも勝てたら化け物だろう。俺は人間なんだよ。うるせえや。何がどうだろうと、俺が勝ったのは事実だろうがよ。あんなことをして勝っても、それが勝利とは言えねえだろう。大門張って勝つならまだしも、あるいは五六人でかかってきて、お前が勝ったなら認める気もするが、百人単位の人間と一人とじゃ、どう転がっても無理だろうよ。それとも、お前なら勝てたのかよ。そういうことだったんですか？なんだよ。本当のことを教えてねえのかよ。あのな、佐藤。こいつは俺を呼び出したんだ。呼び出されて行ってみれば、こいつのグループ全員で待ってやがったのさ。おかげで俺は袋にされたってことだよ。生きてたのが不思議なくらいにな。しかもこいつは当時総長だった。高みの見物を決め込んで、俺をぶちのめしたのは兵隊たちだったのさ。知らなかった。わかったら、この場から立ち去るんだな。今なら、お前のことは不問にしてやるよ。うるせえ。わかった風なことを抜かしてんじゃねえぞ。俺は総長だったから手を下さなかっただけだ。俺も総長だったぞ。だが、兵隊よりも先に突撃したぜ。それが本当の総長ってもんだろうが。自分は痛い思いをしたくないからって、高みの見物ってのはいただけねえぞ。うるせえ。これが俺のやり方なんだよ。要するに汚ねえやつってことだろうが、俺は汚くもなければ卑怯でもねえや。その証拠を見せてやる。たった今ここで怠慢勝負だ。あのな、こんなところで怠慢張ってどうなるよ。通行人の迷惑になるだろう。しかも通報されたらどうなる。また障害で俺は無所行きになるじゃねえか。そうなったらまた若頭に怒られちまう。知るかよ。なんでてめえが組長なのに若頭に怒られるんだよ。そうだよな。確かにその通りなんだが、そのくらいの方がうまくいくもんなんだよ。まあお前にはわからねえだろうがな。おい、佐藤、手を出すなよ。俺がこいつを仕留めてやる。おい、親木、怠慢勝負だ。だから、こんなところじゃダメだって。なんでわからないかな。だったら、そこの路地に入れよ。そこなら、通行人の邪魔にはならねえだろう。よし、いいだろう。逃げるなよ。逃げるかよ。これからちょうど飯なんだ。いい具合に腹が減る運動をさせてくれよな。あんまり簡単にお前が倒れちまうと、こっちは運動にならねえからよ。どこまでふざけたこと抜かしてんだよ。行くぞ、青柳。俺は路地へと移動すると、木村に背を向けて立ち止まった。すると木村が背後から襲ってきた。相手は卑怯者の木村だ。このくらいのことはするだろうと思っていたが、俺が振り返るよりも先に襲ってくるとは、まさに想定内だ。俺はしゃがみ込むとくるりと身を回転させ、木村の足に自分の足を引っ掛けた。すると木村は見事に前につんのめり、地面に叩きつけられた。おいおい、何してるんだよ。まだ始まってもいねえのに、もうおねんねかよ。くそ、卑怯な真似してんじゃねえぞ。どっちが卑怯なんだよ。
背後から襲ってくる方が卑怯だろうが。おい佐藤、巻き込まれねえうちに消えろ。ふっ、俺に倒されるところを組員に乱れたくねえからって佐藤を逃がそうってことかよ。そうはいかねえぞ。おい佐藤、俺が叩き潰すからしっかり見てろ。バカな野郎だな。俺はそう言うとパンチを木村の顔面に叩き込んだ。腹を空かせるためには動かないとダメだ。こんな奴にパンチを繰り出す必要もないのだが、空腹こそが最高のスパイスだと言うじゃないか。俺は次々にパンチを決め、木村が這いつくばって逃げるところに蹴りを入れた。なんだよ、口ほどにもねえな。そんなんで俺に勝てるわけねえだろうが。どうして俺に勝てると思ったんだ。あまりにもお粗末すぎるだろう。助けてくれ。助けねえよ。せっかくのおもちゃなんだ。ガキの頃の恨みもあるしな。助けてくれ。頼む。命だけは助けてくれ。謝るから。ガキの頃は申し訳なかった。確かに卑怯な真似をしたと思うから。そうかい。そこまで言うなら勘弁してやるか。大して腹が空いてねえけどな。俺が背を向けて歩き出すと、木村は立ち上がり、俺の背に向けて歯を向け、突進してきた。バカな野郎はてめえだ。あの世に行きやがれ。だが俺はそれを避けると、突き出された木村の腕を取り、刃物を叩き落とした。どこまで卑怯な真似をするんだよ。てめえだけは絶対に許せねえや。俺はそう言うと、木村の腹に拳を打ち込み、倒れた木村の脇腹に蹴りを入れた。その威力は並大抵のものではなく、木村は壁に激突した。それを見ていた佐藤は、俺の怒りに恐怖を抱いたらしく、動けなくなっていた。はあ、久しぶりに本気で蹴っちまった。組長、またこんなところで遊んでるんですか？そう声をかけてきたのは、若頭だった。ああ、若頭。いやあ、腹ごなしにちょいとな。そんなことしてるから、無所にぶち込まれたんですよ。いい加減にしてくださいよ。組長がいないと困るんですから。ん？こいつは、カズじゃないですか。ああ、襲ってきたから叩きのめしたんだが、こいつはどうするかな。佐藤も、どうして？ああ、そいつは木村に巻き込まれただけだ。だがこの木村は放っておくことはできねえや。組の資金に働いてもらうか。資金にですか。何せ組長の俺の命を狙ってきたんだ。しっかり稼いでもらわねえことにはしょうがねえだろ。どうするつもりで。おい、木村。お前はガキの頃にサバゲーにハマってたよな。本物のサバゲーを体験させてやるよ。本物のサバゲー。ああ、楽しいぞ。5年だ。5年ゲームで生き残ったら、今回のことは許してやるよ。どういうことだ？てめえもヤクザなら知ってるだろうよ。海外の無人島で、金持ち相手に開催されてるサバイバルゲームだ。そこは法が届かねえ無法地帯。身一つで敵と戦うんだ。1年で1000万の稼ぎになる。てめえをそこに送り込んでやるからよ。しっかり組のために稼いできな。そんなところに送り込まれて生きて帰ってきたやつなんていねえだろうが。お前が最初の生き残りになれたらすげえじゃねえか。おいごと、こいつを送り込む段取りをつけろ。俺はこいつの顔なんて二度と見たくはねえからよ。はい、わかりました。俺はそう言うと鼻歌混じりに居酒屋へと足を向けたのだった。カズはその後何年しても戻っては来なかった。そんなカズの娘が出産したという知らせを受けたのは、カズが無人島に向かって3ヶ月後のことだった。なんだよ、カズの奴は孫が生まれるところだったのかよ。はい、そのようです。楽しみにしてたのに、
バカなやつです。そうかよ。せっかく孫に会えるはずだったのに。運のねえ野郎だな。それともう一つ、カズを訪ねてきた人がいまして。あ、どれだ。それが、小さな子供を抱いた女でした。まさか愛人じゃねえだろう。いえ、愛人ではなくて、どうやらその女が道路を歩いていた時、産気づいたようでして、ちょうどカズが居合わせて、救急車を呼んだようです。俺にも孫が生まれるんだ、こいつは一言じゃねえやと言って。なるほどな。おかげで無事に生まれることができたと感謝していました。そういうことかい。お礼を言いたいと言われたんですが、さすがに送り込んだからいないとは言えず、もう組を抜けたからわからないと伝えました。それしかねえよな。はい、そうしたら本当に残念そうで、もし会ったら心から感謝していると伝えてほしいと。それと、生まれてきたのは男の子なので、助けてくれたカズの名から一字もらって、カズヒロとつけたということでした。あいつも、いいことするじゃねえか。俺は胸に熱いものを感じ、今頃はあの世でのんびりしているであろうカズに、そっと思いを心でつぶやいたのだった。ご覧いただき、ありがとうございました。あなたからのコメント、お待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。私の名前は九重里奈。居酒屋でバイトしている23歳。高校を卒業して、実家を出て生活している。居酒屋のバイトは数年続けている。店長から新人バイトの指導を任されることも増えてきた。バイト仲間で仲良しなのは20歳の島くん。彼とシフトに入っていた夜だ、男が来店した。いらっしゃいませ。3名様でよろしいですか？申し訳ございません。ただいまテーブル席が。ち、おい、バイトの兄ちゃん。謝るならテーブル席に案内しろ。若頭がいるんだぞ、こら。よせ、川田、怒鳴るな。ごめんな、お兄さん。俺はカウンター席でも大丈夫だ。気にしないでくれよ。応用に、島くんをフォローした男が若頭だろう。様子を見てたお客様がテーブル席を譲ってくれた。お気遣いいただき、ありがとうございます。え、ヤクザだから気をつけて。ご心配おかけして。ヤクザに席を譲ったお客様は心配そうにしている。私が片付けていると、島くんが手伝いに来た。片付け手伝います。僕の接客が下手ですみません。先にテーブルにいたお客様にもご迷惑を。島くんは悪くない。少し怖そうなお客さんが来ただけだよ。急いでテーブル片付けちゃおう。ね。あの、ここの絵さん、大丈夫ですか？お顔の包帯。無理してバイトしてませんか？心配で。ああ、このお顔の包帯？ちょっといろいろあって、大したことないから気にしないでね、島くん。ここの絵さん忙しいし、何かあったのかなって、気になっちゃって。平気平気。ほら、テーブルをきれいにしたから、3名様、ご案内しよう。3名様、お待たせいたしました。若頭らしいヤクザは、譲ってくれたお客様に謝っている。すると残る2人が、大声で言ったのだ。姉ちゃん、顔面に包帯して仕事か？彼氏にボコられたのかよ。ご愁傷様だな、美人なのに。こちら、お席のご用意ができたのでどうぞ。お飲み物はお決まりですか？先にお持ちします。無視かよ。姉ちゃん、名前は？こんなぐるぐる包帯してる女なんて、言いたくてみっともねえ。笑える。チンピラ二人は下品に笑っている。お客様はハラハラした顔だ。店長を抑え、島くんが出てきた。
失礼します。ここの絵さん、店長が呼んでるので僕が代わります。お客様、ご注文はお決まりですか？なんだ？さっきのバイトのガキ。俺たちは顔面包帯の姉ちゃんと話してんだ。引っ込めよ、坊や。不穏な空気になったが、山吹という若頭が来てくれた。若いチンピラ二人に苦い顔をしている。ガワタ、お前らいい加減にしろ。たびたびごめんな。お兄さん、生ビールジョッキで頼む。三人分で。はい。生ビールのジョッキ三つ。すぐご用意いたします。ここの絵さん、店長が呼んでるから行こう。わかった。それでは失礼します。島くん、どうもありがとう。割って入ってくれてすごく助かった。だって、あのヤクザ二人が無神経で腹が立って、山吹って若頭の人はいい人そうだったけど、私が包帯なんてしてるから、ちょっと事情があって取れないんだ。ごめん、気を使わせちゃって。謝らないでください。僕は心配なだけです。あのチンピラ二人、女性の顔を笑うなんて。島くんは優しいね。店長が呼んでるなんて嘘でしょ？ヤクザ二人から私を引き離すための？そうですけど、ここの絵さん、ヤクザたちのテーブルは僕が担当するんで、いいですよね、店長。店長が許可したので、島くんがヤクザ三人の接客を担当。私は違うお客様にお酒を運んでいた。お待たせしました。こちら、ハイボールと焼酎ロックです。追加、生ビールですね。かしこまりました。常連客は元気づけるような笑顔を向けてくれる。お辞儀をして離れると、島くんが接客していた。お待たせしました。焼き鳥の盛り合わせです。あと、追加の生ビールをお持ちしました。失礼します。ありがとう。お兄ちゃんは学生さんか？あのバイトの女性は大丈夫かい？不愉快だったろう。赤頭、こんな弱そうなガキと包帯女に気遣わなくても、あのキモい女は引っ込んだのか？川田、俺は、店員の兄ちゃんと話してるんだ。で、彼女はなんで包帯を？怪我かい？わかる？わかりません。怪我でも本人が言いたくないなら聞くのは無神経です。あなたの手下みたいに。なんだよ、このクソガキ。ヤクザを舐めやがって。若頭、こいつの接客、マジ最悪なんですけど。やめろ。川田たちは黙れ。店員の、島くんだっけ？君はあの女性店員さんの彼氏とかかい？違います。なんでそんな突っ込んだ質問するんですか？僕は大学生でバイトの後輩です。ごめん。ちょいと気になって。俺は山吹。ヤクザの一応若頭。応対してる店員さん、美人だから。若頭山吹が慌てて言うと、川田たちが大笑いした。島くんはなんでか顔が真っ赤になっている。島くん、大変ならこっちを手伝うよ。追加で注文されたものはない？真っ赤だよ。大丈夫？なんでもないです。追加で生ビールを3人分。僕が用意するので、ここの絵さんはいいですから。なら、私が奥で作ってくるね。すみません、お客様。少々お待ちください。すぐにご用意しますので。はい、姉ちゃん。包帯取れよ。せっかく若頭が美人って褒めてんだから、お客の命令だぞ。ちょっと、それは困ります。お客様のご要望でもご容赦ください。ビール、用意してきますから。なんだよ。生意気な女だな。どうせろくでもない野郎が、彼氏でしばかれたんだろ？ふざくて。いい加減にしろ、川田。嫌がる女性にしつこくするな。しかし、そんな男と付き合ってたら問題だ。赤頭、そんなにあの包帯女が気になるんですか？美人だけど、しょぼい居酒屋のバイトですよ。
あの、これ以上店で騒ぐなら店長と一緒に叩き出しますよ。店長、テーブルのお客様が。島くん、すまないすまない、静かにするから。ところで包帯の女性の彼氏ってどんなやつだ？知りませんよ。僕だって気になるんですから、ポットでの若頭に質問されたくないです。え？何？お前ってあの不気味な包帯女に惚れてんの？俺はあんな陰気そうな女はなしだな。黙れチンピラ、9割が泡のビールを飲ますぞ。ヤクザ3人、ビール飲んだら出てけ、さっさと。なんだと、バイトのガキ。若頭、この学生バイト生意気っすよ。俺らボコっていいっすか？ダメだ、本当にごめんな島くん。最後にビール飲んだら帰るよ。変な質問して申し訳なかった。若頭、なんでそんなに腰が低いんすか。はい、早くビール持ってこいよ、不気味な包帯女。川田さんでしたっけ？お前に飲ませるビールはない。アバチャを飲ますぞ、大ジョッキで。てめえ、バイトが偉そうにほざきやがって。店長はどこだよ。バイトの教育が最悪だぞ。川田も島くんも落ち着け。居酒屋のバイトがアバチャはダメだ。島くんって意外と激しいな。私の包帯が原因で店が修羅場になってきている。急いで生ビールを持ってテーブルへと向かった。お待たせしました、島くん。お客様にあんな態度はダメだよ。アバチャって誰から教わった？すみません、ヤクザ3人組にかなり腹が立って。アバチャは研修の時に店長から教わりました。店長ったら、店内で言ったらダメだからね。申し訳ございません、こちら誓ってビールなので。ビールじゃなきゃマジで切れるぞ。詫びに姉ちゃん包帯取れよ。そもそもの原因はこれだろ。川田というチンピラが勝手に私の包帯をほどいた。おでこの火傷の跡が周囲に丸見えになる。ふわ、気持ち悪い。火傷の跡、この女化け物みたいっすね。若頭、これ男はみんな逃げます。ひどい、包帯で隠してたのに。見られたくないから厳重に包帯を巻いてたのに、無理に取って。涙を浮かべると爆笑していた川太らが地に沈んだ。鬼の形相の若頭山吹が馬乗りで殴り始めた。お嬢に何言ってんだガキ。お嬢を散々焦げにしやがって、もう許せねえ、顔面潰すぞ。若頭さんが勝ち切れした？それより九重さん、やけど大丈夫？無理してバイトしてたの？大騒ぎにしてごめんなさい。山吹も冷静になって。若頭が下っ端を振るぼっこはダメよ。お嬢、こいつらはボコってもボコっても足りません。島くん、空き瓶あったら持ってきて。空き瓶でボコりたいなら店外でどうぞ。九重さんと若頭の山吹さんって知り合い？お嬢？これには事情があるの。とりあえず山吹、ボコるのやめて。やけどの傷のわけは説明するから。どこの男です？お嬢の綺麗な顔にやけどなんて。名前は？彼氏ですか？成敗してきます。成敗はしなくていい。本当に紛らわしくてごめんね。少し待ってて、洗面所に行ってくる。島くんに微笑んで、私は洗面所にて顔を洗った。席に戻った私の顔を見てみんな驚愕している。やけどの跡が消えてる。もしかしてやけどってメイク？昨日はなかったから変だと思ったよ。そうなの、劇団の公演で初めて大きな役をもらえて嬉しくて、やけどの跡があるヒロインなのよ。そうだったんですか。おめでとうございます。公演見に行きます、チケット買いますから。ありがとう。そういうわけで山吹、これはメイクアップのやけどだった。誰のせいでもないのよ。
安心しました。なら、このチンピラ二人をボコボコにすれば終わりです。お嬢、大活躍ですね。劇団に入ってやっとだよ。稽古は厳しいけど頑張ってるから。お父さんはまだ反対してる？反対というより心配してます。お嬢が女優を目指して実家を出てからずっと。俺も同じですよ。山吹さん、川田さんをボコりながらしみじみしないでください。九重さん、この人たちは？実は、私の家はヤクザなの。山吹は若頭。私、女優になるために父と喧嘩して実家出たのよ。だから山吹さんは九重さんのことを気にしてたんだ。組長のお嬢さんだから。知らなかった。山吹は父に命令されて私の様子を定期的に見てたのよ。まさかやけどメイクした日に来るとは。こんな下っ端を連れてきたのが間違いでした。お店にもお客さんにもご迷惑を。すみません。下っ端二人をボコりつつ山吹は謝罪した。包帯の女が組長のお嬢さん？しかもやけどはフェイクで普通に美人。失礼しました、お嬢。私が紛らわしい包帯を顔にしていたから。山吹、二人を許してあげてね。馬乗りもやめてあげて。お嬢の頼みならですが、二人の態度は若頭として許せません。ヤクザの再教育します。再教育？若頭、お嬢も許してくれたんですから勘弁してください。もう十分ボコられました。お嬢の件も許しがたいが、お前らは店での態度が悪い。店員さんに横柄なやつ、俺は大嫌いなんだ。それ若頭が個人的に嫌いなだけじゃないっすか？それでヤクザの再教育とか理不尽ですよ。黙れ。ヤクザは非合法組織で恐ろしいが、普段は紳士であれ。女性の顔を洗うとか言語道断。山吹、私が子供の頃から礼儀にすごく厳しかった。ファミレスで態度が悪い客とか大嫌いなのよ。ヤクザの偉い人なのに性格が真面目ですね。でもそういう人だから組の若頭になれるのか。そうよ。山吹は優しいから電車でもすぐ席を譲る。貧血の女子高生を助けて駅員室に運んだり。紳士的すぎる。あとヤクザの若頭でも電車って乗るんだ。高級車に乗ってるイメージだった。シマくん、偏見だよ。高級車って目立つでしょ。ヤクザでございますって感じで。あれ、イベントよ。イベント？ヤクザって奥が深いですね。それより川田さんたちへの再教育って何ですか？無礼な真似をした部下の顔に油性マジックでぐしゃって書くの。ぐしゃの刑って組で言われてる。そこはほんのり優しいですね。さっき馬乗りで古ぼっこの方が心身ともに痛いですよ。でも店内での態度に私の顔を笑った罪が加算されるから、油性マジックじゃ済まないかも。え、じゃあ、あの川田ってチンピラたちの運命はどうなるんですか？とてつもない厳罰が。島君、正解だ。女性の容姿を笑い物にするやからなんて、ヤクザじゃなくても最低だろう。厳罰に処す。はい。で、山吹さん、具体的にどんな罰を与えるんですか？店では控えてほしいんですけど。もちろんだ。川田たちの顔に入れ墨を彫る。なるべく子供たちが爆笑する感じの入れ墨にする予定。油性マジックのお仕置きからグレードアップしてますね。子供が爆笑する入れ墨？なんだろう。事務所の近所に幼稚園があるからな。園児も先生方も思わず笑うような入れ墨を二人に入れる。それ、お仕置きとか再教育じゃなくて趣味でしょ。若頭が単に幼稚園児を喜ばせたいだけ。
幼稚園の近所にヤクザの事務所があるとクレームが来る。うちの事務所の方が先にあったのに。だからって幼稚園児を和ませる目的で俺らに変な入れ墨しないでください。外歩けないっす。逆に幼稚園側もなんでヤクザ事務所の近所に建てたんだろう。立地条件としてアウトなのに。島くんもそう思う？明らかに幼稚園側のミスよね。逆にヤクザ組織側がすごく気を使うのよ。お嬢、うちは地域密着型のヤクザ組織です。事務所の窓にぬいぐるみを置いたり努力してる。山吹、やってることが小児科の病院と同じ対策。その流れで二人に入れ墨するの？逆効果よ。舐めた下っ端を再教育できて近所の幼稚園とも親しめる。そんな可愛い入れ墨がいいんですよ。若頭、もう再教育は口実でしょ。幼稚園側と仲良くしたいだけでしょ。入れ墨は絶対嫌です。川田たち、幼稚園の先生に教わらなかったか？お友達を笑い者にしたらダメです。基本だぞ。俺保育園なんで知らないっすよ。要は他人の姿形を笑ったら絶対にダメって意味っすか？保育園でも同じだ。お前らは一回自分の顔を笑い物にされる気分を味わえ。再教育だからな。ねえ山吹、それでも顔に入れ墨は厳しいよ。一度でいいならメイクでよくない？掘るのは痛いし。お嬢、こんなおたんちんどもを構わなくても。情けは無用です。専属の彫り師と相談します。彫り師さんだって忙しいでしょ。幼稚園も顔に変な入れ墨したヤクザがいたらさらに警戒する。確かにファンシーなデザインの入れ墨を見て良い子が真似したら大変だ。その子のママが泣くでしょ。子供に悪影響だから入れ墨の刑はダメだよ。特殊メイクならできるからそれで行こう。ここの絵さんってメイクの勉強をしてたんだ。稽古もあるのにすごい。やけどの後もリアルだったし。女優志望だけどメイクアップも好き。劇団のメイクアップアーティスト講習を受講してるの。お嬢がそこまで言うなら仕方ないです。このおたんちんどもには俺が特別にメイクしますよ。待って、山吹はメイク経験ないでしょ。勉強中だけど私がやるから。今メイク道具あるよ。そんな、おたんちんの制裁にお嬢の手を煩わすわけには。俺が妻の化粧ポーチを拝借するんで。山吹、それは絶対に奥さんが怒るよ。旦那が妻の化粧ポーチをパクるのはマナー違反だからね。化粧ポーチより、ここの絵さん、僕山吹さんに奥様がいた事実にびっくりした。普通に結婚してたんだ。うん、山吹には奥さんがいるよ。お子さんは10歳の女の子。奥さんとはよく連絡取ってるから。そうなんだ。あの、そろそろ閉店なんで店長がメイクするなら早くって。お客様も帰らず見てる。では居酒屋にご迷惑をかけたお詫びに川田たちをメイクします。お嬢、お手数ですがお願いします。俺ら見せ物じゃないっすか。メイクって何されるんだよ。あのお嬢さん、白塗りは？閉店の仕事があるので手早く白塗りにして暗黒舞踏っぽくします。3日間は消えないので。すごいです。お嬢、白塗りなら川田たちは3日間全身タイツ姿で働かせる。幼稚園の門前で。再教育とか制裁とか以前に罰ゲームじゃねえか。嫌だよ絶対。幼稚園の悪ガキどもから笑われる。だがそれが目的だ。顔が白塗りでバレリーナみたいな格好のヤクザ、幼稚園の先生や保護者も笑うな。軽くない若頭、本気で俺らを近所の幼稚園の前で晒すんですか？精神的に耐えられない。そんなんでメンタルに来る奴はヤクザ失格。罰として
二人でバレエの3話の白鳥を踊れ。二人しかいないのに3話って無理ですよ。バレエ経験ないからできません。無茶ぶりです。もう1話は若頭補佐の若林を連れてくる。あいつはバレエ歴20年だからお前らの監視役だ。若林さん？え？勘弁してくださいよ。あの人めっちゃ厳しいです。補佐で一番怖いっすよ。山吹の鬼制裁で川田たち二人の下っ端は幼稚園の前で白塗りでバレエを踊る刑に処される。川田さんたち帰るとき泣いてた。私の火傷跡のメイクが発端で大騒動に発展しちゃったな。いろいろと突っ込みたい箇所がありすぎて店じまいに集中できません。まず若林って誰です？若林？山吹の補佐をしてる人よ。バレエ団に所属してた元ダンサーって異色の肩書きがあってね。どういう人生を送ったらバレエダンサーからヤクザに転職するんです？それが気になります。さあ、若林の人生は知らないけどダンスを教えてくれたのよ。それが稽古でも役に立ってる。でも今回騒動に無関係な若林さんを幼稚園の前で踊らせるってかわいそうじゃ。監視役でも。そこは平気よ。若林はダンスに妥協しないから。川田さんは幼稚園の前でスパルタ訓練される。幼稚園の前で晒し者にされ、元ダンサーのヤクザに厳しい訓練される。顔に入れ墨より辛いかも。顔に入れ墨の方がずっと厳しいよ。お父さんも言ってたけど、入れ墨って顔に彫るの激痛だから。え、九重さんのお父さんはお顔に入れ墨が？学校の授業参観とか絶対に出られないのでは？そんなことないよ。運動会にも普通に来てたし、山吹も背中にあるけど家族で海水浴行ってる。学校側も結構穏やかですね。山吹さんといい、幼稚園の近くに事務所があっても逆に安全そう。でもね、やっぱ敵のヤクザが襲撃に来たら一般人は怖いだろうし、ヤクザ組織は警戒されるんだ。ここの絵さん、女優になりたくて実家を出たんですよね。組長の娘は嫌だったんですか？嫌じゃないよ。うちは一般人に手は出さないし、だけどバレたら女優は無理かなって思いはある。もしかしてお父さんが反対したのってヤクザの娘ってバレたら九重さんが傷つくから？そうだよ。出自が公になれば女優の夢は絶たれる。そんな思い味わってほしくないって。優しいお父さんですね。反対したのは娘が悲しむ姿を見たくなかったから、親心だったんだな。それでも反発して私は出てきちゃった。自分の夢をヤクザの娘なんて理由で潰されたくない。九重さんは稽古のため火傷跡メイクをするほど熱心なのに、実家で将来が制限されるなんて。人間は誰にでも枷があるよ。努力しても乗り越えられない足枷が。こればかりは仕方ないんだ。家柄、家族、才能、容姿、健康な体、考えれば生まれ持った足枷は結構ありますね。やけどの後はその典型よ。川田さんたちみたいに笑い物にする人は必ずいる。それで泣く人もね。僕いきなり九重さんが顔に包帯姿で心配でした。深刻な事情があるのかなって聞けなかった。ごめんね。稽古とはいえ包帯を取られた時に嘘泣きして、あれは私も無神経でダメだった。なんでですか？お仕事でしてたのにそこまで熱中できるのはすごいなと思いますけど。仕事だから何をしても許されない。本当に火傷の跡がある人が私の行為を見たら絶対傷つく。侮辱して笑った川田が一番悪いけど、
山吹さんは本気で怒ってましたね。僕もびっくりでした。結局、周りの人を翻弄した。川田さんたちも罰を受ける羽目になった。迂闊なことをしちゃった。今度から前もって教えてください。バイトの先輩の顔に包帯が巻かれてたらすごく心配します。店長には先に話してたから大丈夫って油断した。迷惑と心配をかけて本当にごめんね、島くん。絶対に教えてくださいね。心配しますから。約束ですよ。川田たちの罰は明日からですか？うん。明日の幼稚園の登園時間に合わせてやるみたい。今頃、若林が川田さんたちを指導してる。それ、冷静に考えたら幼稚園側に通報されません。ヤクザが3人でバレエを踊るわけでしょ？山吹が前もって、園長先生にお話しするみたい。親睦深めるための健全なパフォーマンスだって。親睦どころか、幼稚園側と深い溝ができそうですね。幼稚園児が驚いて怖がらないといいけど。若林がいるから平気よ。明日の朝までにダンスを覚えないと、川田さんらは古ぼっこだから。やけどを笑った罪で、山吹から幼稚園の前で踊れと命じられた川田たち。結果はどうなったのか。川田たちは、さらされたショックで組を辞めた。他人の外見を侮辱した末路は悲惨である。笑い者にされる屈辱には耐えられなかったのね。山吹、少し罰が手厳しかったんじゃない？あれくらいがいいです。うちの組の若いのが他人様の外見を笑うなんて、言語道断ですから。まあ、他人の外見を悪く言う人って自分が言われると落ち込む。他人の痛みがわからないから。あんな奴らを入れたのは痛恨のミスです。無神経に人を侮辱して笑う。人としてダメですよ。他人の容姿をいじって笑うタイプっているから、二人とも組を辞めてどこに行くんだろう。少なくともうちと繋がってるヤクザ組織は無理です。顔が割れてるので笑い物にされますよ。敵組織に入るって危険性は？晒し物にされて根に持つってこともあるでしょ？逆恨みとか。問題ないです。ライバルのヤクザ組織の組長が交代して新しい組長とは無事に和解したので。長年のライバルだったのに、なんで関係が穏やかになったの？新しい組長はどんな人？ライバル組織の新しい組長は、お嬢がよく知ってる人の父親です。俺も最初は気づかなかった。私が知ってる人？誰だか教えて。山吹も気づかなかったんなら、見当がつかない。若林とか？若林は、バレエ団解雇された元ダンサーです。解雇理由は、元同僚に飛び蹴り。あいつじゃないです。ますますわからない。若林がバレエ団クビになった理由はいいから、ライバル組織のこと教えて。俺も驚きましたが、島くんの父親です。両親が離婚してるので名字が違いますが、彼の父親です。嘘！島くんは普通の大学生だよ。親御さんのことは知らないけど、ヤクザの子に見えない。果たしてそうですか？川田たちが怒鳴っても彼は平然としてた。度胸のある子だと思いました。確かに普通そうでそうでもなかった。島はお母さんの名字なんだね。父親が組長とは。彼はヤクザとは無関係に生きてきた。父親も彼も後継者にする気はない。後継ぎなら弟がいる。なら島くんは自分がヤクザの子供ってことも知らないの？隠してるようには見えなかった。そのようですね。親の離婚も幼い頃で記憶がないのでしょう。父親もとっくに再婚してます。そうだったんだ。それなら納得。でもライバル組織の組長は私の存在を知ってるんだね、山吹。はい。離婚した妻の息子とお嬢が同じバイト先になるとは意外だったようで笑ってましたよ。だから
川田たちは来ても組に入れないのか、関係が修復したヤクザ組織を辞めた連中だから。そういうことです。お嬢を侮辱した二人を入れる組織はこの辺にはない。あとお嬢にお願いが。何？改まって実家には戻らないよ。今度の公演が成功したら女優の道に一歩前進できる。その件ではないです、島くん。島エイトに関してです。彼が告白してきたら振ってください。そんなことか。彼はバイト仲間だよ。お互いにそんな感情ないから。島くんは優しい子だけど。私の発言に山吹は辛そうな顔をした。なんでそんな顔をするのか理由がわからず戸惑った。それから劇団の舞台は大成功。私は次の仕事を得た。忙しくなってきたのでバイトを卒業する。ずっと働いてきたから感慨深いな。島くんも来年は就活だよね。居酒屋のバイトは続けるの？シフトに入る日は減るけど続けます。無事に内定が決まって卒論だけになったら辞めますが。そうか。島くんなら就活もうまくいくよ。応援してるから。私も自分の進みたい道を頑張る。あの、ここのエリナさん、バイトを辞めても連絡していいですか？その、付き合ってください。いや、それは無理だよ。私、ヤクザの娘だし、島くんより年上だから。ごめんね、付き合えない。それも、足かせですか？僕、ずっとここのえさんのこと、すみません。無理って言われたのに大声出して。山吹が切なそうな顔をしていた意味がやっとわかった。島くんの思いに全く気づけなかった。ヤクザと関係ない島エイトくんのままでいてほしい。足かせを知らないまま彼に生きててほしい。ヤクザの娘なんて生きるには足かせだ。でもそんな足かせ私は実力で砕く。女優として生きるのだ。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。